腹減った。お腹が減ったよー。スタバーようやく食べれるー。マジでお腹が減りまくっております。皆さんこんにちは。マリナの日常チャンネルです。ということで、もうお腹が減りまくっております。あのさ、今日午前中検診だったのよ。そう、それのためにね、すごい調整というか健康的に過ごしてきたので、今日はねチートデーでございます。ちょっと待って、もうこの後ダーウィンとご飯食べに行くんだけど、その前にね、どんな状況かというと、午前中にね病院に行ってきて、もう順調だったので、本当に食べたくって、スタバのこのアラビボークのやつ、これ大好きなんだよね。これが食べたかったからもう速攻買ったんだけど、打ち合わせが入ってて食べれなかったんよ。そうだからちょっと冷えちゃったんだけど、もう私は検診後にねこのセットをね食べるっていうのをもう夢見て夢見てたんで、もうやっとありつけました。で午後2時、お腹減るでしょうよ。まずいいわ。検診終わったらすぐ食べようと思ってたのに、結構長引いちゃって、でもう打ち合わせの時間になって食べれなかったから、本当に嬉しい、本当に嬉しい。で今ねこれあの六本木のミッドタウンの下にいるんだけど、めちゃめちゃ人通りが多いカメラの反対側をたくさんの人が通ってるんだけど、関係ない、そんなことも関係ないの。私は今このポイチが食べたくて仕方ないの。だからね、もう美味しい。やっと落ち着いた、やっと落ち着いた。これはね、私がいつもご褒美に飲むほうじ茶ティーラテ、アーモンドミルクに変更。ほうじ茶はね割とあのお茶の中でもカフェイン量が少なかったりとかするので、こういうご褒美の時にはね飲んでるんですよ。超美味しい。まあこの甘いラテとこのしょっぱい、こいつを食べたかったの、うん、この後はねダーウィンと大好きな場所に行きます。ということで来ました、うちらの一番大好きなハンバーグショップ、シェイクシャックでございます。ということで私たちのデートの定番の場所、シェイクシャックに着きました。見てください、この夢のようなハッピーセットを。で席に着きまして、嬉しいハプニングがありまして、なんとダブルバーガーとシングルのバーガー頼んだんですけど、なんかシングルが2つ来て、でダーウィンがあのちょっと注文違うかもっていうことをね伝えてくれたら、なんとあのハンバーガーもう1個くれました。だから合計3つ、ダブルバーガーと、シングルシングルで合計3つのバーガーを、2人でいただきますという感じです。ちなみにダブルの方はあの私ね、ダーウィンがシングル、もともと頼んだのは逆だろって感じなんですけど、もう私はねあのお腹が減って減ってしょうがなかったので、あのダブルを頼みましたね。もうシェイクシャックね本当美味しいのよ。知ってます皆さん、このシェイクシャックバーガーって、これあのニューヨーク発祥のオーガニックハンバーガーショップなんですよ。ハンバーガーってジャンクじゃないけど、こうしっかりとしたビーフとしっかりとした素材で作りましょうっつってね、アメリカで発祥したのがこのシェイクシャックハンバーガーなんですよ。そんでうちらそのアメリカ行った時からね、いろんなハンバーガーショップをもうデートで巡ってるんですよ。もう本場のハンバーガーを食べまくってるんですけども、あのね一番美味しいシェイクシャックが、マジで本当に。なんかねバランスがいいんだよね。バンズがちょっと甘いので、なんていうのかな、こうバンズの主張が少なくてさ、こうスッとこうお菓子かのように、食事なんだけどなんかお菓子かのようにこうスッと入ってくるんですよ。でこれチキンね、チキンもねハニーマスタードっていうソースをね頼んでいただきましたよ。マジで美味しいの。これもすごい美味しくって、なんかマックのね
ナゲットとはちょっと違うんですよ。これはもうほんと鶏胸肉のチキン食べてますっていう感じ。超美味しい。すごい美味しいんだから。で、ギザギザのフライドポテトねもう一緒に頼んでもう堪能しまくってます。あ、ちなみに飲み物はコーラゼロ、コーラゼロです。なんかハンバーガーに炭酸以外を合わせるってなんかもはや罪な気がして、絶対に炭酸だよねハンバーガー食べるときは。噛み締めてなんかすごい食いっぷりいいな。一口大きいな私こうやって見てみると。でちなみにね、ちょっと店内の音楽の関係でアフレコにしちゃってるんですけども、この時ねダーウィンと何を話してたかっていうと、バーガーを食べるとしたらダブルバーガーで食べるのかシングルの普通のバーガーを2つ食べるのかっていう議論をねなんか永遠としてます。どんな議論って感じなんだけど、なんか私は絶対ダブルバーガーで食べたい、肉2枚重ねて食べたい派なんだけど、ダーウィンは断然シングルシングルで2つバーガーを食べたいっていう、そういう派らしくって、お互いの意見をぶつけ合ってます。マジでなんか全然身のない話なんだけど、そうそんな話をして、なんか私はすごく肉厚なのが好き、肉を食べたいから絶対一つの中にダブルのパテが欲しいみたいな話をしてて、ダーウィンはシングルのバーガーのこのバランスが好きなんだって、なのでどっちがうまいんだっていう議論をしておりました。皆さんはどっち派ですか、ダブルバーガーかシングル2つか、ぜひコメント欄で教えてください。いやすごい美味しかった、このカリカリのフライドポテトがね本当に美味しいのよ。このギザギザ系マックとまた違うんだよね。すごい議論してる、多分ねこの議論すごい長かったんよ。動画撮ってる間ずっとダブル対シングルの話で盛り上がっておりました。あこの片手にバーガー片手にフライドポテト、そしてその横にコーラがあるっていうこの構図がもう幸せすぎて最高ですね。美味しかったです。ということでお家に帰ってまいりました。あの後はねお仕事の取材があったりとかしてね、しっかりお仕事をしてまいりました。ルルちゃん、ルルちゃんおいで、ルル、あーいたね、いたね、ルル、あらーサービスするのかわいいですね。ということでちょっとねワンコパーカーに着替えまして、この後はねルルと一緒にちょっとねあそこに行きたいと思います。私の中ではおなじみの場所。ルルお散歩行く？あそこ行こっか、ルルの大好きなところ、ルルの大好きなところ行こっか、ルルルルルル、思い出したか、この床この匂い、この床この匂いはルル帰ってきたね、帰ってきたね、ルルルル帰ってきたね、いつもの場所隠れんぼ状態や。あー、うん、よかったねやっば、めっちゃ美味しいね。え、食べたことある？ユッケジャンラーメン。うわ、絶対美味しいやつ、めっちゃ美味しい、ね、絶対美味しいし、頼んでくれてたの最高なんだけど、ルルよかったね、ルルちゃん、おいでなさい。はい、ということで帰ってまいりました。おかえり、隣人さんのアサギーニョです。ハローアサギーニョです。もうブルブルや、一日疲れて。いや、わかる、私も疲れちゃん今日すごい結構働いた、頑張ったな、頑張った。ルルはニーニョン家にはねよく来てるんですけども、あーかわいいね、あーかわいいね、そのショットもっと見たいね、あー嬉しいね、嬉しい顔してるね、サブハウスに
帰ってきたな、ルル。そうだね、セカンドハウスだもんね、ルルのね。よかったね。ということで、私の今日の、チートデイのお相手はアサギーニョでございます。クッキングッス、うっす、マジで美味しいから、これめっちゃありがとう。辛い麺というご要望がありましたので、ここに来る前にもう今日行くねっていう話を LINE でしてて、何食べたいって言って、韓国料理、チートといえば韓国料理でしょう。ですね。こちらあれだね、朝活ぶりだね。ね、準備よ、ナチュラルにもうなんか頼んどいてくれてる。わーいわーい。え、めっちゃ美味しそうなんだけど、これほんまに美味しいから。あのね、冷麺って言ったじゃん。でも冷麺って言いつつ、なんかね、こういう麺が食べたかったの。うち分かって、うちマリナちゃんに連絡した時に、冷麺、麺が食べたいって、だから冷麺とかって言ったら、うん、辛い麺が食べたいって言ったから、あ、冷麺じゃないんかな、もしかして、察し力。昼間にあのシェイクシャックをね、食べたの、うんうん、しかもダーウィンと2人で3つ食べたの。おー、それもハプニング的に。あ、なんかね、3つ来ちゃった、3つ来ちゃったの。そうそうそう、間違って食べれたん、それ。食べたんよ、シェイクシャック。シェイク大丈夫、お腹減ってる。しかもダブルとシングルシングルで。マジで。そう、今日あのダーウィンがそのシングルシングルを食べて、私はダブルチーズバーガーを食べたんだけど、そう、でもそんくらいね、がっつり食べたのよ、うん、で、韓国料理からのですね。からのですよ。こういう時じゃないとガッツリ。どうですか。うわー、どうですか。KO。カムサムニダー。カムサムニダー。ちょっと超美味しそうなんですけど、もう私が来るっていうのを見越しても、ちゃんと来るタイミングで用意されてる。最高ですか。こういう麺、結局さ、こういう麺が一番美味しいのよ。しかも韓国行ってたじゃん。そうやね。いや、めっちゃ楽しそうだった。どうだった？何が一番楽しかった？え、ベーグルがめっちゃうまかった。ルナ？ベーグルなの？ベーグルがな、もう激うまなとこあるから、ほんま食べさせたい。食べたいぐらいやった。韓国でベーグルなんだね。そう、あの、ロンドンベーグルミュージアムっていうな。韓国でロンドン。そう、やと思うやん。情報量、情報量めっちゃ美味しいから。いいなぁ、韓国。今一番行きたい国、韓国。あ、そう、うん、もう美容もあるし、音楽もあるしさ、ファッションもあるしでさ、一番今熱くない？ほんまに熱い。熱い。あの、チームで行ったんだよね。うん、アパレルのあれやったけど、ご飯が美味しい。だよな。大学生の時に行って以来だわ、うん、あ、そうなんや。そう、でも大学生の時なんてさ、貧乏旅行だからさ、しかも SNS もこんなになかったから、そんななんか有名な店っていうよりかは、うん、なんちゃらブックに載ってるみたいな感じの、はいはいはい、そう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 、そういう感じだった。今はな、ほんま全然行くよ。いただきます。いただきます。やったー、マシそうよ。ほんマシそうよ。もう食べてないけどマシそうよ。え、これほんま食べてほしい。これさ、これほんまに美味しいから。羽根から気をつけてな。あ、うん、ワンワンパーカーに跳ねちゃったら、やっぱそう、はい、食べてください。もう、でもほんまに中毒になったらごめんな。うん、ダーウィン、ごめんな。ダーウィン、でもこんなんばっか食べてる。あ、そう、ダーウィン結構ね、ジャンキー男だから太くないんだよね。あ、そう、一回も太ってるとこ見たことない？ないないない。マジ？ちっちゃい時に太ってたくらいなんだって。まあ、動くからな。わあ、皆さん失礼いたしますね。よかったらみんなもさ、チートデイの日にさ、うちらのこのご飯を見てくださいな。すごい可愛く撮るじゃん。どういうこと？なんかすごい野獣のように撮っちゃったんだけど。じゃあ、ギーネおすすめのユッケジャンラーメン、いただきやす。どうぞ。間違いないじゃん、韓国帰りの子がさ、美味しいって言ってるの。これも大好き。もう1年2年で大好き。やばいやろ。やばいやばい。麺もめっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しい、これ。そうなんです、辛ラーメン系だ。うん、辛ラーメンの具沢山バージョンだ。うまっ、うん。あ、これだ。うん、冷麺じゃなかった、こっちだわ。これやろ。おいしい。おいしい。おいしい。超おいしい。うん、最高。なんでね、今日
キートレーンにしようかって思ったかっていうと、うん、検診があったの、うん、妊婦の検診があって、うん、定期的にあるんだけど体重とか測るからさ検診までは結構調整するの、うん、前日とかなんか1週間くらいは結構調整するんだけどこの当日はもう午前中に終わってもうまた検診日までさちょっと期間あるからこの日は絶対チートデーって決めてるの、うん、自分の好きなものを好きなだけと思って。え、今はどうなん体重の感じは。体重の感じはね、あの順調順調、うん、あ、いいの、うん、痩せなさいとか、うん、ちょっと太りなさいとかなくて。ない。あ、そうなんや、素晴らしい。なんかいいペースで来てる。うん、その私の元々の身長体重からいくと、うん、そう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 、めちゃくちゃいいペースで来てるから、うん、このままいけたらいいなって感じなんだけど。これ食べたくなったってやつある？なんか好きになったものとか変わるって言うやん、好み。変わる、変わるけど妊娠の後期になってからはそんな変わってないけど、あれだね、炭水化物がすごい好きになった。あ、そうなん。もともとそんななんかパスタランチとか食べない方だったけど、ラーメン一品とか食べなかったけど、なるほどね、すごい求めるようになっちゃって、だからこれ、うまい。チートデーって思ってする？うん、ないよな。うん、ないよな。毎日チート、それで行けたらそれが一番いいよ。でもうち食べる回数少ないからさ、うん、朝昼食べないとかもあるから。あ、そう、うん、それでなんか調整するようにしてる。それすごいね。で、絶対無理だわ。なんか今日も、うん、なんかなんだかんだ午前中にその病院行って、で昼から12時から打ち合わせだったの。で結構ギリギリになっちゃって、はいはいはい、検診終わった瞬間になんか食べようと思ったんだけど間に合わなくて、うん、結局、でもそこで食べようと思うんやな。え、思う。もうなんか私3日前くらいからチートデイはこの時間にこれを食べてってめっちゃ計画してる。あの昼はこの時間にこれ食べて絶対ピックアップするの。スタバのこれとこれの組み合わせで、かわよ。そうで、これをここで食べるっていうのを昼はこれ命かけてる。そう、命かけてる、本当に。ででも移動時間がこんくらいだからこのエリアにいるからこのエリアの美味しいもの探そうと思ってインスタで探しまくるので、それの営業時間とか調べて、絶対ここ行くっつって、私なんとなく行きたくなくて、めちゃくちゃ調べて、すごい、そう熱意がすごい、チートデーに命かけてる。前の前くらいかな、でチートデーした時に、あの麻布十番でめちゃくちゃ好きなラーメン屋さんがあって、パイタンラーメンなんだけど、行きました。行った？はい、イチコロ行きました。156行った？おすすめされて、実は昨日行きました。マジ？どうだった？どうだった？美味しかった、めっちゃ美味しかった。青さのパイ、青さです。青さ行った方がいいよ。美味しかった。麻布十番の麺がね、結構硬め、硬麺、細くって硬麺で美味しかった。え、美味しいでしょ。しかもそこさ、なんか女性一人でも入れる感じしない？はい、入れるよね、うん、そう、それが食べたくて、あっさりなんだけど、でも私からしたらラーメンだからやっぱりチートなのよ。まあね、私もラーメンはいつも戸惑う、うん、だよね、さすがにチートだなって思うから、それもね、計画してたの。絶対チコロマバイタンラーメンを食べに行くって言って、なるほど、計画に計画を練って、とうとうその日が訪れたの。計画通りにその時間帯になって、うん、店の前に着きましたんで、いつも混んでんのよ、うん、混んでるね、めっちゃ混んでる、並んでったりとかするんだけど、うん、11時半とかに着いてまだ席もスカスカで、うん、もう予定通りって思って、うん、もう全ては私の予定通り、私のチートの予定通りって思って、行ったんだけど、うん、現金しか使えなくてさ。そうなんですよ、私それで一回諦めました。だよね、はい、そうで、私もそれが許せなくて。そう、結構使えそうな雰囲気あるのにな。そう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 、雰囲気的にはね、すごい使えそうなんだけど、うん、カードしか持ってなかったからさ、1000円ポッチも持ってなかったからさ、そう、かわいそうに。そうね、そんな前から計画してた。そうなん、でもどうしても食べたかったから石でもって思って、タクシーで家に帰って、タクシーで麻布十番多くして、現金1000円マジで帰って、激込みの中結局並んで食べたの。意地やん、意地、もうチートの意地すごいね。やばいでしょ。ダーウィンにそれ言ったら鬼クソ笑われた。なかなかできへんで、やばいでしょ。現金ないからタクシーで家帰って、そう、タクシー代の方が全然高いんよ、うん、どう考えても高いんよ。けどもうそんくらいこのチートデーにはかけてるのよ。だからすごい満足、嬉しい。うち下まつげにまつげくした。え、自然じゃない？めっちゃ自然じゃない？超自然まつげくやね。え、
超ナチュラルで肌きれい。え、すごいね。そう、え、結構おすすめ。上は上は上もしてる、上もしてるけどさ、うん、上はまあしてるかなって感じするけど、うん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 、めっちゃ綺麗だね、うん、でやっぱり目元であれだね、うん、テンション違うし、朝めっちゃ早いね、うんうんうん、準備、うん、下まつ毛のマスカラでさ、だいたいミスるくない？私、だいたいついちゃうんだけど、ここに残る、パンダになるし、それがなくなるってことでしょ、うん、いいね。それ自分でやるってしたの、それともおすすめされたの？おすすめされた、人がやってんの見て、え、これ下まつ毛やってるんやと思って、こんな自然になるならさ、うーんと思って、うんうん、目でなんかモコモコしたね、さらに。え、太ったの？そうなの？大きくなったの？あのね、実はちょっとね、超えたんですよ。おこの子チートデイしたん？してないんよ。この子全然さ、ドッグフード以外さ、あげてないんだけど、いや、完全にうちらの甘えだね。あんまり外の散歩が好きじゃないの。あ、そこまで。確かにね、うん、そう、預かってもらってる時も結構さ、うん、お散歩行ってくれてたじゃん、うん、結構こう、うん、慌ただしいじゃん。そうね、なんか怖がるしね。そうそうそう、車とか。いまだにそれで、それがちょっとかわいそうで、お散歩のね、頻度を下げたんですよ。確かにストレスになりそうって思っちゃうもんね。そうなの、そうなの。で、してたらね、ちょっとだけお太りになられて、今ね、3.2 キロですね。あら、でもね、3キロくらいがいいですって言われた。あ、そうなんや、うん、気持ちちょっとね、引き締めな、引き締めな、うん、ヤニョムチキン、辛いのが甘いんだ。ちょっと私も欲しい。いただきます。ありがとう、ありがとう。本場でヤンニョム食べた？本場で食べてない。あ、食べてない、うん、うまっ、ほんとうまい、うん、こんなに幸せな日はやっぱりないな。なんか食べるってほんまに幸せやな。ほんとそう。え、最近食べて一番美味しかったものは何？ほんとね、ベーグル韓国のベーグルやわ、ほんまに。しかもその思い出付きなのがいいな。めっちゃ美味しいから。ということで、皆さん、我々のチートデーでございました。この後もね、ゆっくりいただきたいと思います。皆さんのチートデーの、メニューがございましたら、これおすすめっていうメニューがございましたら、うん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 、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。うちらの激推しはユッケジャンラーメンです。これが今日入賞でございます。ごちになります。ということで、皆さん見てくれてありがとうございました。またねー。キンキン。ごちゃんです。I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be